こんにちは、トランペッターのうんと申します。本日話そうかなと思うことはですね、トランペットの高い音を出すコツをゲットしてもらおうかなと思っております。そして、実践的に、やっていきたいなと思います。まあ、いろいろその唇の、上唇がとか下唇がとか内側がどうのとか外側で震わせるのがどうのとか、いろんなその見解がね、世界的なプレイヤーがどう言ってるとかって、まあ、いろいろあると思うんですけれども、その頭で考えてたとしても体で生じることっていうのはそこまでコントロールができなかったりとか、あんまりイメージができないで頭だけ先行して結局なんか変な吹き方になるっていう人が結構多々僕の生徒さんでは多いので、できる限りですね、実践的にやってみて気づこうっていうようなアプローチの仕方をします。なので一応僕の中で割と結果が出る練習法でいけたらなと思ってそれをご紹介いたします。ソーカラドをつなぐ練習です。ね。ソー、ド。で、このソーとドのお腹の感じっていうのを体で、まあ目をつぶってもいいんで。やっぱりドの方がちょっとお腹はこう支えてるような感覚になると思います。でも、これつなげた時には、まあドに上がらなくちゃいけないので、ずっと言ったらドを、包括的にちゃんと、支えられる器で層も吹くというようなイメージでやってもらえるかなと思います。で、それを、まず層をしっかり吹く。で、胴をちょっとこう掴まれたようなイメージで、そう、こんな感じで練習してもらいます。で、これが繋がってきたら、なことは、そう吹いてる間は絶対そうのちゃんとした音程、よくあるのはそうがそうってだん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 音程が上がっていってどうに到達するっていう、で一番最初はそういう感じでもいいとは思います。はい、なんだけれども実際吹くときはそうと、なんでそれでさっきのねそうどってなったとしても、このなんかこうそうとどうの間になんかこう膜みたいな、なんていうんですかね、なんか、ソートドがひっくり返る瞬間の場所があると思うんですよ。をどういう風にして、まあ、口で体感できるかっていうところが かなりミソになってくるんで、何回かやってみてください。そうすると、なんかこう、プリッとこう変わる瞬間が見つけられると思います。そこを、毎度毎度、朝練習するとき、まあ、昼練習するときに、この感覚をずっと、明日も明後日も続けられるように体で体感して覚えるっていうのが、すごくコツになる、ので。で、それを段階ずつ上げていく。次、ドとミ。まず、ドを吹いて。で、どれぐらいのお腹の差があるのかな。で、次は、ドとミを鳴らすときに、まあ、ミに行けるお腹でドとミを吹く。で、次は伸ばしていく。で、ドは最後までド。ミは最後までド。この時に絶対、みたいな感じで、できる限り、音程は定まるようにしてみてください。はい。で、次、ミとソ。ね、これですね。楽なポジションが、見つかると思います。なので音と音、言ったらこのソとドドとミミとソの間になんかこうここら辺にこう膜がなんかこう触ってる感じ、まあ、ゆっくりやると、ね、なんかひっくり返ったみたいな瞬間をもう絶対こう体で、バチッとキャッチする。うん。これができると、例えばシェイクとか、ビッグバンドのシェイクとかが上手くなったりとか、で、その感覚でずっと上がる。まあ、ミソ。次、ソからシ。まあ、シのフラットを0番で。0番でソからシ。
0番でソからシのフラットをひっくり返るのをやっていく。じゃあ高い音っていうのはまあこういう歯抜けじゃなくて、その間にドレミファソラシドみたいな感じで、このひっくり返る感じを1音ずつ1音ずつ重ねていくっていうようなイメージで吹くと、すごく高い音まで楽にいきます。その間を埋める。でこの間もドとレの間にもこうひっくり返る感じがあるし、こんな感じで全部ひっくり返っていきます、はい。まあ、やってみてこう気づくことが、結構多いかなと思いますので、ちょっとよくわからんなと思っている人、ぜひこれを何回かやってみてください。そうすると音が変わる瞬間があるので、そこを体で口で体感していくと。で、あとは音、その間の音を指で埋めていく時もちゃんとこのひっくり返る感じを、意識して高い音までいくと、ハイベイまでは結構楽に、出るかなと思いますので、ぜひやってみてください。まあ、ちょっと細かいこととかっていうのは、まあ、また見てみないとわからないところもあると思うんですけれども、まあ、これでもなかなか変わらないっていう方はですね、ぜひ、レッスンの方もやってますので、気軽に、ご相談連絡、くださると嬉しいなと思います。それではまたお願いします。